いやー今年はデニムジャケット新ししいいものが欲しいなトレンドアイテムだと聞いてるし大人世代にはやっぱり懐かしいアイテムだから久々に着てみたい気分なんだよなだけどもデニムジャケットも安いものから高いものまであって、まあ、なかなかどれを選べばいいのかわからないできれば高いものも欲しいんだけどもさすがにデニムジャケットで3万円とか4万円してしまうとなかなか手が出ないからできればユニクロ価格ぐらいでちょうどいいものがあるといいんだけど誰かこの辺り教えてくれる人っていない ののかなと思っている皆さんススタイリストの旬です今回の動画なんですがコスパ最強のデニムジャケットはユニクロのこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通りですね今年はデニムジャケットがですねトレンドアイテムとなっていまして様々なブランドからリリースされています、まあ、デニムがですねちょっと調子が悪かった時期も長く続いたんですがここ数年はだいぶ復調してきたかなと思います定番のですねジーンズも結構いろんなものが出ていますし王道のデニムジャケット デニムジャケットに関しても様々なブランドから展開されているので気になっている方も多いかなと思います、まあ、僕自身も今シーズンはですねデニムジャケットをすでに1着買ったんですが、まあ、できればこういったトレンド的なアイテムに関してはまずは気軽にトライをしてみて自分にですねマッチしたらちょっと価格帯を上げてもう一回買うというような、まあ、段階を踏んだ方が僕はいいかなと思うんですねそもそも買ってみたけどもうまく着こなせなかったっていうのだともったいないので、まあ、そんな時にですねうまく使いたいのがユニクロの存在かなと思うんですね、まあ価格 抑え目でベーシックだけどもその中にもしっかりとトレンド感を混ぜ込むのがですね最近のユニクロはすごく上手なので今回ご紹介するデニムジャケットも皆さんにはかなりですね喜んでいただけるんじゃないのかなと思います、まあ、実際にですね買ったものをお持ちしてみましたがこちらですね、まあ、ここ数年ユニクロの中でもですねこのデニムジャケット非常に評判が良くて僕も何度かご紹介したことがあるんですが今シーズンのものに関してはいくつかディティールに変更がありますのでこの辺りもしっかりとお伝えをしたいなと思います まあ高いものと安いものでどう雰囲気が変わってくるのかこのあたりについてもお伝えしたいなと思いますし大人世代であればどういった形で着こなせばいいのかこのあたりまでしっかりめに解説をしていきたいなと思っているので30代後半から40代まあそれ以上の方にもですねユニコロのデニムジャケットを存分に使っていただけるように全力で解説したいなと思っていますのでよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします それでは早速いってみましょう はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうかなかなか仕上がりが良くて個人的には大満足です。ちなみに僕は身長1 6 4センチ5 3キロと小柄な体型なんですがこちらはですね、今回 M サイズを購入しました。サイズ感で言うとですね、ジャストサイズよりも少しだけ緩さがあるような設計かなと思います。まあ、僕もデニムジャケットいろんなものを持っていて M サイズで比較してみても数年前のですね、デニムジャケットの M サイズに比べるとこちらのユニコの新作 この M の方がちょっとゆとりがあるような感じがしますね肩のラインもちょっと落ちていますし身幅に関してもまともとボックス型でデニムジャケットはそんなにこうタイトなものではないんですがちょっとゆとり感があるかなと思います、まあ、丈の長さはやっぱりデニムジャケットらしい短さがあるんですが S にしちゃうとやっぱお尻が丸々出ちゃうのでこれぐらいの丈感の方が個人的には着ていて安心感があるかなと思っています、まあ、定番的なデニムジャケットであってもやっぱりその時代のサイズ感だとか雰囲気に寄せてですね アップデートされているので、そういった意味では、もし数年前のデニムジャケットを持っている方でも、買い直すのは悪くないんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開が3色になっているんですが、個人的にですね、やっぱりこのダークグレーですね、これが大人世代には一番似合うんじゃないのかなと思ってるんですね。定番のブルー系ももちろんいいんですけれども、デニムジャケットというアイテム自体がかなりカジュアル度が高くて、それに対してインディゴブルーだと王道感満載、そしてど真ん中のアメリカジ間も出てしまうので、個人的には あえてですねモノトーンでも収まりのいいですねダークグレーを選んであげると大人世代にはハマりやすいんじゃないのかなと思いますインディゴブルーに比べるとシャープな感じに見えますよね僕は結構ダークグレーのデニムが大好きなのでこれまでいろいろと着てきましたがブラックからですねちょっと色落ちさせたようなダークグレーでノーターンはですねそんなに強く出てないんですねこのあたりのダメージ加工というのは正直価格帯によって結構差が出てきますユニクロは4990円ということで決してこう高くないですよねめちゃくちゃ めちゃ,ちゃ安いと言ってもいいぐらいの価格帯なのでその中でのこの加工感っていうのは凝ってはないんだけどもクリーンに見えてチープに見えることがないので僕はいいなと思いますね。むしろこの価格帯で濃淡をしっかりと出してしまうとかえってチープに見えてしまうかなと思うのでこれぐらいの大人っぽい上品なですねダークグレーの色合いはめちゃくちゃバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で細かいところなんですが、まあ、デザインのベースとなるのがリーバイスのいわゆるですねセカンドタイプと呼ばれるようなデニムジャケットなんですが以前のユニクロのデニムジャッ ジャケットっていわゆる子ファーストタイプで左胸にポケットがついていて右側にはついてない仕様だったと思うんですねこれが今シーズンはセカンドタイプで左右対称についているというところが一つのアップデートポイントかなと思いますこのあたりは結構好みだと思うんですね個人的にはセカンドタイプよりも片方のポケットだけのファーストタイプの方がちょっと好きなんですねだけどもこちらのデニムジャケットすごくバランスよく仕上がっていましてポケットの位置もちょっと下目についていてフラップ付きですねまあ、デザインの中にもちょっとしたアクセントとして効いてくる れてるので、バランスいいいなぁと思いますでこういったボタンなんかのディティールもですね、ちゃんと本体の色となじませる形で、ほぼブラック系になっていてですね、大人っぽく上品に仕上がってるなぁという印象ですね。横を見てもらうとサイドアジャスターがついていまして、このあたりもですね、セカンドタイプのディティールをしっかりとですね、押さえてあるかなぁと思うんですね。だけどもデザイン自体はもう本当にですね、ゴリゴリのヴィンテージ感溢触れるデザインではなくて、割とこうスマートにシャープに研ぎ澄ましてですね、構成してあるので、そのあたりも含めて、現代的に使いやすい ようななななデニムジャケットなんじゃいいのかなと思っています、まあ、僕ら大人世代が着るのであればやっぱり気をつけたいポイントとしてはカジュアルになりすぎないことだなと思うんですねなのでこういったデニムジャケットに対してどういったものをですね他に合わせていくのかがすごく重要になってくるかなと思いますですのでこの後ですね全身をお見せしながらどういったコーディネートが想定できるのかこの辺りも皆さんにしっかりとお伝えをしていきたいなと思っています はい、ということで、今度は全身で皆さんにですね、コーディネートを見ていただきたいなと思います。先ほどからですね、変わっていないんですが、まず上半身から見ていきましょうか。こちらのですね、ダークグレーのデニムジャケットの内側に何持ってくるかなと思ったんですが、まあ、白系とかちょっと明るいものを持ってきた方が重たくなりすぎないかなということで、今回はいつも好きなので白系のプリント T シャツよく着てるんですが、まあ、そういったものを合わせています。まあ、白に対してブラックベースのですね、ちょっとプリントが入っているもので、少し明るさを 出ししてみましたで、ボトムスなんですけども、これがですね、結構肝になってくるかなと思います。割とですね、デニムジャケットがカジュアルなので、ボトムスに関してはちょっと見づらいんですが、ストライプ柄の入ったですね、スラックスを履いています。このような形でセンタープレスが効いていて、やや綺麗めなボトムスを合わせると、デニムジャケットを大人っぽく見せることができるかなと思うので、まあ皆さんもですね、よかったら試していただきたいなと思います。まあダークグレーに対して、ブラックということで、まあ、ものとんで収ま あるので、まあ、比較的バランスがいいいかなと思います、まあ、今、ストライプ履いていますけども、お手持ちのブラック系のパンツだとか、あとはですね、グレー系のパンツとかでも意外と合うかなと思うので、そのあたりは調整をしていただくといいんじゃないのかなと思います。で、今、T シャツはタックインする形で着ていますが、まあ、もちろんタックアウトしてもらってもいいんですけども、結構デニムジャケットって丈が短いので、T シャツをですね、出すと T シャツの方が長くなっちゃったりして、ちょっとこう微妙な感じになることも少なくないんですね。なので、タックインしながらですね、 いいいったデニムジャケットを羽織ると結構収まりがいいので、まあ、是非皆さんもよかったたたら一度試していいいだきたいなと思いますで足元に関しては、久々にローファーを合わせてみました。ブラックのコインローファーですね。ちょっと靴下持ってくの忘れちゃって、素足に履いていますが、まあ皆さんのお手持ちの靴下で合わせていただければなと思います。まあ、デニムジャケットのカジュアルさをうまく引き締めたかったので、今回はブラックのですね、コインローファーを合わせてみました。このような形で、デニムジャケット以外は少し綺麗めな要素ですね。T シャツはカジュアルなんですが、スラック と革靴で少し綺麗さを入れてあげるとですすすね大人世代にもハマりやいいかなと思いますあと思まあは色ですよね。これをなるべくシックにモノトーンで押さえてしまえば割とですね、デニムジャケットも着やすいかなと思うので、まあ、一つの参考として頭の片隅に置いていただくのもいいかなと思います。まあ、せっかくのでもう一パターンですね、違ったコーディネートもこの後着替えてお見せしてみたいなと思います。 はい、続いて二つ目のコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思います。先ほどの着こなしは結構モノトーンっぽい感じでシャープにまとめましたが、今回はですね、ちょっとこうアメカジっぽいですね、ややや暮ったいスタイルにあえてしてみましたが、いかがでしょうかまず上半身を見ていただきたいんですが、このデニムジャケットの内側にはシャツを着てるんですね。襟元がスッキリするようにバンドカラーのですね、白シャツを取り入れました。そうすることでちょっと明るさを取り込むこともできますし、あとはですね、 こうデニムのジャケットよりも大胆にシャツの方が丈が長いんですが、まあ、そういったですね、丈の長さの違いを大胆に出してしまった方が意外と使いやすかったりするので T シャツタックインもいいんですが大人っぽくシャツで合わせというのも結構使いやすいのでよかったらトライをしていただきたいなと思っていますで、ボトムスに関してはですね今回かなり太いものを持ってきましたこれまたですね、ユニコーのものなんですがワイドフィット地のですね色はダークブラウンを選んでいますまあ、ブラウン系ということで秋らしいカラーではあり あとはですね、ブラックのパンツに比べると、ちょっとこう上下で色の差も作るので、まあなかなかいいかなということで、今回こちらを使ってみました。かなり太いので、従来のチノパンのような普通の仕上がりではなくて、ちょっと今っぽい見え方にもなってくれるので、アメカジベースの着こなしではあるんだけども、サイズ感がちょっと現代的というところで、少しですね、変化がつけられたかなと思います。ちょっとしたこういった小物ですね、メガネもクラウンパンとの太縁のものにすることで、まあ、全体のバランスと寄せてあげるとですね、ちょっと馴染んでくるかなと思います。 思います僕は結構このようなアメカジベースの着こなしってあんまりやらないんですが実際にですねデニムジャケットを着てる中でこういった着こなしも悪くないんじゃないのかなということで今回はコーディネートを組んでみましたちょっと清潔感を出すことができているので、まあ、全体的にカジュアルな雰囲気ではあるんですが白シャツですねこのおかげでちょっと綺麗さが加わっているのとやっぱ足元ローファーですねいろんな靴をデニムジャケットと合わせてみたんですが今回はコインローバーがやっぱり一番使いやすいなと思いましたねデニムジャケットのカジュアルさをうま うまくです、ね、カバーするためには結構レザー系のシューズも使いやすいかなと思うので久々に引っ張り出してくるのも悪くないんじゃないのかなと思いますまあ是非このような着こなしもそこまで難しくないので皆さんもトライをしていただければなと思っています はい。ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではコスパ最強のデニムジャケットはユニクロのこれに決定というテーマでお届けをさせていただきました。僕もですね、デニムジャケットが大好きで一番最初に買ったのがおそらく中3とか高1ぐらいの時だったかなと思うんですね。リーバイスのセカンドタイプ、これの復刻版をですね、渋谷で買ったのを今でも明確に覚えているんですね。その頃から様々なデニムジャケットを着てきましたが、ユニクロの現代的なこちらのデニムジャケットも完成度非常に高い 非常に高かったですサイズ感もドベーシックというよりは少し今っぽい雰囲気になっていますし色の加工感もですねめちゃくちゃ凝ってるというわけではないんですがこの価格帯においてはもう十分すぎるぐらいのですねクオリティだったかなと思います僕たち大人世代が改めて G ジャンをですね楽しむのであればこの1枚でですね多くの方は納得していただけるのかなと思いますもちろんですねファッションがめちゃくちゃ好きな方であればもうちょっとですねこだわりたいという方もいらっしゃるかなと思うんですねたただそういったマニアックな方以外であればかな かなり使いやすい一枚だなと思いますし、まあ、すごくカジュアルに見える G ジャンというアイテムの中でも先ほどご紹介したように着こなしをですね少し工夫すれば大人世代でも存分に使えるかなと思うのでよかった皆さんもですね店頭やオンラインでこちらのデニムジャケットをチェックをしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ 運営しししててまますす YouTube ののメンンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、わいわい楽しくやっていますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では、動画ではなくて、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをリア リアルタイムでどんどんん配信をしています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上ススタイリストののしゅんでしでたまたま次回の動画もお楽しみに